これ70年代の、まあ、ホークスの、まあ、ちょっとメンバー的にこういった方々が、うん、まあ、いらっしゃったんだなっていう名前を挙げてみたんですけど、それ懐かしいし深いですね。有益の広瀬さんっていうのは違うよ。あ、そうですか。もう俺は大先輩の小池さんだとかがおった頃ですよね、僕が入った頃。だから新井が途中できたっていうのかな。その時は広瀬さんと島野さんと僕で外野をあれしてましたんで。ああ、なるほど。広瀬さんとか島野さんは門田さんよりはもうちょっと年は上の方ですよね。もちろん年上ですよね。島野さんが4つぐらいで、広瀬さんは高校のつぐらい上かな。あ、まあ、広瀬さんもだいぶいろんな本とか見てるとたくさん出てこられる、うん、だから広瀬さんと島野さんがこう入れ替わるっていうんですかね、うん、で、あと広瀬さんのところ外人のスミスが来たりっていう、そういうことで、まあ、日本シリーズ出ましたけども。それこそ広瀬先輩はどんな先輩でしたか。まあ、気さくで一番こう話をしてくれたっていうのが、外野の中では。だから要するにもう広瀬さんっていうのは別格でしょ、外野の中で。だから余裕があるわけですよ、後輩に対して。なるほど。だけどあとはみんなレギュラーになろうとするもんだから、ライバルだから余裕がないわけですよ、教えてくれない。うん、だから広瀬さんにはその別格に出てたから、ヒロミツちょっと今日飲みに行くどうやとかっていう、そういう話も、まあ、広瀬さんは富田さんっていう方とものすごく仲良かったんで、富田さんが僕をヒロミツ連れて行くどうってこう間接的に来るわけですよ。広瀬さんが富田さんに、富田さんが僕にってで3人集まって飲むっていう。なるほど。じゃあ結構大阪の街に3人で、僕は全然飲めなかったんですけどね、ちょっとそういう世界で連れてくれた回数は一番多かったですね、うん、佐藤さんとかと同い年に、ね、ああ、道は同級ですから、話できたのが道だけしかいなかったですね。 あと同級生でレギュラーのその二十何人おるっていうのは少ないんですよ。桜井は一つおりましたけども、一つ年下ですからあんまり話しないでしょ。もう当時はもう一つ二つ違ったらもう話できないんですよ。なんか大先輩にもなるし、後輩、むちゃくちゃな後輩になってしまう。今のようにその友達感覚なんかありえない時代ですから、もう縦社会みたいな、もうビシッとしましたんでね、もう二つ離れたらまず話できない。おはようございます、こんにちは、失礼します、その三つで一日通用します。はい、全然違いますね、今と。今みたいなもうままごたすり違いますよ。この頃のプロ野球というのは、それはもう、これに負けんぐらいの世界と一緒ですよ。当時の例えば大阪球場の雰囲気とかって、どのような感じだったんですか。話だけ聞くと、あまりなんかお客さん入らなくて、嫌だったな。いや、土日は2万人ぐらいは入ってましたよ。はい、だから土日来たら、ああ、結構、いい感じでルンルンでやってましたよ、うん、ただ平日になったらもう外野回ってました。感情できます。1、2、3、4か3000回。大阪の方ってすごく野球好きな方多いじゃないですか。だからやっぱり強すぎては入らん、弱すぎては入らんっていう街だったっていうことですね。だから僕が入る前はものすごい強かった時代は強すぎて入らないと。で、今度僕らの頃はちょっと B クラスが多くなったんで、いい加減に少年入れてやらんかいっていうファンは見に来るんだけども、やっぱり勝たなかったらちょっともう神戸行こうかっていう感じになってましたね、うん、選手はそれなりに頑張ったんですけどね、あまりも優勝するチームのレベルの強さっていうのが強烈でしたよ。阪急は強かったですね。やっぱ別格でしたですね。そうですか。ジャイアンツも強い V9 時代いましたけれども、あれに匹敵するぐらい強いチームでしたよ、うん、僕は経験してるんです、その V9 の9の方に経験してますね、うん、だからジャイアンツの
V9 の始まりがホークスで V9 でホークスで終わってますからね、うん、パリーグの選手の方々は、まあ、巨人とかセリーグとやるとすごく燃えてたっていうような話を聞くんですけども、うん、燃える燃えんじゃなくてね、あまりにもその差別がすぎますよ。そう、うん、パーリーグなんかプロ野球の選手じゃないっていう、そういう感じで見られ方してたもの、はっきり言って。だから今のパーリーグのやつはみんな幸せもないよ、ほんまに。これはもう言える、つくづく言える。あ、うん、当時はどこ行ったってどっち言ってパー言ったらはーってこういう感じですからね。何かに待遇、待遇にしても、うん、憧れにしても、うん、だからやはりあの頃はもう変な話ですが、清流清流っていう感じで、ドラフト上がってもそっちしか行かないやとかね、わがまま時代が始まるんですよね。だけど我らの頃はもう12球団に入るプロ野球っていう、そういう世界に入ることが素晴らしいことだって、入ったあの人口とちょっと違うわけですよ。だってあの頃12球団でドラフト上がった15、6人いつも見ながってた時代でしょ。今なんかところとしては1球団5人ぐらいしか上げられないっていう球団もあるわけだよ、はい、いかに人が多かったからということですよね、うん、だからプロ入って名を上げたらいいじゃないかっていう感じの、ちょっとあのハンデはありながらの考えはありましたけどね。まあ、70年代入られて、まあ、ちょっと時代後になりますけど、ちょっと足、アキレス腱、ああ、足ですけどね、怪我されてるじゃないですか、はい、で、まあ、今でも大プロ野球選手って大怪我で、なかなか治りにくいと思うんですけど、まあ、門田さんの時代は、余計にそういう方も、そこから復活される方とか、他に多分いらっしゃらなかったんじゃないかなと。ただね、一つだけね、ラッキーだったのが、そのアキレス腱を切って、うちにもメジャーで経験した人が来てくれてたの。ドジャースにあったトーランだとかね、いろんなその、頑張った人の例があったわけですよ。だから、トーランの方は外野手ですから、その時にすり足で走ってたの、彼。で僕は通訳に、あれアキレス腱切る前と切ってからで走り方変わったか聞いてって聞いたの。ほんだらやっぱり変わったと。切る前はこう蹴ってたものがまた切れたら怖いから言ってすり足に変えたと。ああ、この双方やったらひょっとしたら復活できるん違うかなっていう。で僕もすり足にしたわけですよ。うん、でそこでテーピングっていう田中さんっていうその人がもうテーピングなんかしたことないのに、テーピングをどうすればいいかっても調べ上げてね、本で、でそのと最初はぎこちなかったんですが、だん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 うまくテーピングできるようになりましたよ、うん、それでもうだいぶと長く持ったいことですね、うん、足怪我されてその後の方がホームランの数ってぐんと増えてるじゃないですか、はい、やっぱりその時にあの野球の考え方がちょっと変わってきたんですよね。病院の先生にやれホームランだけ狙ったらどうなんやとかとにかく今まで聞いたことないあのままごと遊びみたいな野球理論をいっぱい聞くわけですよ。ありえないことよ。例えば4回だったら4回ホームランだったらいいじゃないのってこういうこと言われたら、そんなことまず出るわけないでしょってこう答えてしまうじゃない、はい、答えるでしょ。そうですね、普通大体、まあ、そんな分かっ大変な集中力じゃない。それでもああそうか4回だったああそうやんな、で1回1球真ん中ストレートあったらホームラン打てるわけでしょってこう言うから、普通やったらそんな打てるわけないよって言うじゃない。だけど実際には1球回んなかったら打てるわけよね、当たったら。だから今まで言われたことがこうそんなプロ野球の世界では無理ですよっていう聞き流しを、今度だん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 その一つ一つがこう真剣になり始めたっていうのが、2回取ったら2回打席歩くと2回ホームラン打てるんでしょって言ったら、前だったらそんな無理よ2回やってもってこうなってたのが、あそうか
あ、2回やったらな、確か3回は打てれへんけど、2回は打てるんやんとかっていう、そういう、なんか、突飛のない考えを し始めたことは確かよね。なるほど、その、うん、リハビリをされてる期間とか、ね。まあ、秋ですね、切断してから。だから、病院の先生っていうのは、素人ですから、素人のことを言うけども、それがだん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 、その、受け入れて考えたら、じゃあその言葉に対してどんな練習していかないかのかっていうこと、言葉に対してその練習、それに対して練習ってこう一つ一つディスカッションできるようになっていった、うん、だから前だったらそっと聞き流してたものがドシンと聞いて、それに対してん？ん？ってこうね、うん、はあ、だから普通だったらやっぱりあのそれは不可能でしょっていう言葉も不可能やなけれども、それにどないしたらトライしたらいいのかっていう、なんかちょっとワンランク上がっていきましたよ。それこそなんか不屈の精神ですね、ある意味なんかこう諦めないっていうか、もっともっと上もっと上、うん、だから10人中10人まではそれか、だから無理やん、不可能やんって言いますよ、うん、でも門田さん違ったんですね、その時、うん、そしてそういうやっとる間にね、なんか月刊16編とか打ち始めたらどうのこのあの人は別格やとかっていうわけのわからん理論に変わってくるじゃん、人間の理論っていうのは、うん、まあ、それまでね、とんでもない苦しい思いしてる、その過程を全然知らずに評価にさられずに答えだけポンといくわけでしょ、うん、だから一つの一つがやっぱりあの例えばそういうアキレス腱切っても車を乗る機会数もベタッとやめても、歩く電車に乗って歩くこと自体からもう救助行ってるリハビリ代わりに、アップやってる代わりにってこう全て違う形に変えていくわけだから、今から練習しますよっていうんじゃなくて、もう家からもう練習してるんですよっていうスタートを徐々に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 こうもう滑走していくっていうのかな、うん、より野球に野球漬けというか、野球っていうんじゃなくて、もう普段の中からも球場におるような感じで何かの練習方法があるんじゃないかなっていう、そういう感じで入っていったになっていったんですね。だからもう全てもう全て応用っていうのかな、今までって球場からやれキャンプの時からじゃなくてね、もう家から家からって、はあ、それがまあたまたまあの回転したんですけどね、まあ、たまたまそれを打ち始める前にその下積みもあるんですよ。例えば、うん、バットが1球なんか触れないのを僕らも7年前からそれ練習してたりとかね、ちょうどその頃から完成する頃に近づいたわけですね、アキレス腱切った頃からね、うん、それこそやっぱ1キロ近いバットって他の選手は使えないですか？もう 100% いないですよ。これも最初スタートした時にみんなそれは無理よって言って、僕スタートした時だってできなかったですよ。4月の1ヶ月しか持たないですよ、うん、で5月になったのもしんどくて、そして次の年はその5月2ヶ月が持った、いや梅雨時まで持った言って、それ1年1年伸ばしていくわけですよ。で普通ここでみんなやめると思うよ、もう楽なちょこーんとか人や、うん、だけどここまでやってきたんやからもったいないという気があるから、まだ頑固になっていくわけですよ。はあ、でそれで打ち始めたら DH だけから打てたやとかね、わけのわからん評論家も出てきてやね、俺のそれまでの家庭の苦労を知りもせんとそんな簡単にね、あの評論されたらたまったもんじゃねえでって、ほんで今僕らやめた DH のやつゴロゴロ50本打ってるやつがおんのかいって、誰してもおらへん、うん、ね、そうですね、うん、DH でまたあと試合に一番多く出てるのって門田さんなんですよね、そのプロ野球選手で今までで。DH って、今の現役の選手に聞いても難しいって言うんですよ。そうでしょ、みんな難しいはずですよ、だってリズムが取れないもの、はい、うん、その中で門田さんはどういったこう工夫とか、うん、だから僕はとにかくあの当時はまだ あまり選手が立った状態でおるっていうことはなかったですから、僕は DH でずっとグラウンド立ったままですからね、外野守った状態と一緒で、で普通だいたい DH の人見てください、が終わったら座ってると思うよ、で順番来たら何人か前から動き始める、これをやり始めたらもう寝てしまいますよ
リズムが取れないんですもん。そうでしょ、ベンチでだからボールインプレーの状態でずっと3時間やっておかないと、そんな人間なんかあんな毎日ハードな仕事やってるわけですから、もうちょっと打ってベンチ座ってんだ、でってボールインデッドになるわけでしょ、インプレーの状態からデッドになるでしょ、ならこの辺のあんまり決まってますよ。でもベンチで立ってずっとプレーに参加してるような感じでずっと過ごされてる。だから人間立って寝る、そんな聖者なんかいないわけでしょ。なるほど。どっかでやっぱり立っとったら目開いてるわけですから、そしたらボールを追っかけるわけでしょ、ほんならボールインプレーの状態に一試合おるわけですよ、それを4回立つわけですから、うん、そのくらいせめて厳しい自分を持っていかないと、あの出てるような雰囲気にならないじゃん。それはずっともうやめるまでずっとこの伝えをやりましたよ。まあ今日はちょっとしんどいわっていう時ありますけどね。だって用意飛んで1イニング5点6点ぐらいだったらこのまま楽しみかけないになって嫌になってくるよ、はっきり言って。そうでしょうね。そうですね、それはそうですよ、南部勝負の世界でもそれはあかん言われたってありますね、そんな普通やん、人間ですからね、それも追っかけれるわけない。ネキスになるの決まってる。それをなんとかじゃあ頑張ったんです。それはあの杖中にやったのにそれはいかないけども、当時はまだ B クラスでおった時ですからね、これはもう仕方ないんです、はっきり言って。